お世話になります一人でございます。皆さん鎧のことをやってらっしゃるかと思いますが、期間限定レイドまた始まっております。期間は6月18日木曜日から29日の月曜日の8時59分まででございます。で、今回は以前あったミュウツーのレイドみたいな感じで捕まえることはできませんが、合計で100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒して、それでポケモンホームとかを利用していたりすると、ポケモンホームで色違いのゼラオラがなんと仲間になってくれるようですね。で、さらに100万人到達以降にゼラオラを倒したトレーナーが10万人増えるたびに鎧鉱石が1個プレゼントされるとのことです。ですので、みんなこれやるべきですね。で、まだ私1回もやってないんですが、ツイッターとかで情報を調べてみたところ、ミュウツーよりは弱いみたいな意見が割と多くてですね、ですので今回は私はソロでやる前提で今回やっていきたいと思います。ツイッターでさらに調べてみると、皆さん対策ポケモンみたいのを上げていたりして、今回はそれらのポケモンの中から結構ね数が多かった飛来神のドサイドン、持久力バンバダロ、あと壁張りオーロンゲ、これらのポケモンで、まあ、ツイッター見なくてもある程度はね想像つくと思うんですが、今回これを参考にして全く攻撃してくれない NPC たちと一緒にソロでちゃんと対策できてるか検証していきたいと思います。で、まずやる際は不思議な贈り物ですね。もちろんここからワイルドエリアニュースを受け取るで必ず受け取っておきましょう。はい、この表示出たら OK ですね。エントリーナンバーワン、ドサイドン。はい、じゃあ行くんですが、場所は多分ねいつも通りどこでも大丈夫だと思います。行けるかな。あー無理か。それじゃあ入れていきましょうか。オッケーオッケー。あーダメだ、あーダメだ、あーダメだ、ダメだね。マジか、来ねえ。あれ来ねえな。あれあれ、マジか。え、来ないの。あー来た来た来た、すげえ。マジか、普通に来るんだ。こんな感じで結構時間かかりましたけどね。5つ星でございますと。じゃあまずはドサイドンで行きたいと思います。このポケモンは捕まえられませんがよろしいですかって出てますね、ちゃんと。うわーすげえ、めちゃめちゃかっこいいじゃん、やば。で、これでドサイドンは A と B 振りかな。そんな私もともと育成してなくて今急遽作ったやつなんで、もうすげえ適当です。とりあえずだからこの技も設定もおかしいですし、まあとりあえず10万馬力覚えてればいいかなと思って私は連れてきました。で、さらに特性はやっぱり飛来神じゃないとダメだと思います。ダイアースでいきたいと思います。いきなりダイマックスしちゃいましょう。第3打 OK、 飛来神で引き寄せていく。これ早速役に立ちましたね。で、特攻上がっていく。特攻上がってもまああんま意味ないんだけど、爪研ぎですね。やってくんの攻撃と命中が上がってきますから結構きついという感じでございますね。これちょっとしんどいけど、まあダイアースで倒していく。で、私持たせてるものは柔らかい砂ですね。普通にまあ何持たせればいいかちょっとよく分かんなかったんで、とりあえず持たせといたって感じですね。多分それでも勝てるんじゃねえかなと私思ったんで。普通に雷パンチ、オッケーオッケー。飛来神で全部受け付けていく。あ、やっぱり相手電気タイプの技結構やってくるんで、飛来神が相当役に立ちますね、これは。あ、激鱗とかもやってくるってことですね。だから無限ダイナとかだとちょっときついかもしんないですね。あ、インファイトやってきましたね。ただドサイドンの防御力だったらまあ大丈夫っていう感じですかね、大体。で、ここ地震だとみんな食らっちゃうんで10万馬力の方がいいってことですね。いやー負けた、マジか、辛いな、やっぱ負けちゃったな。じゃあもう一回挑戦してみましょうか。はい、もう一回同じパターンでいきましょう。やっぱ味方死んじゃうな。いけそうだけどちょっと微妙だな。うわ、もう限界だっすねこれ。激鱗、それ耐える。オッケー、10万馬力当てろ。オッケー、あ、倒せましたね、ソロで。まあ運が良くないとダメですね。でも10万馬力1回外しても勝ってたので、普通にまあいけなくはないって感じですね。KK アメ L3 個、 XL3 個、ダイマックスアメ3個とかポイントアップありますね。なかなかいいんじゃないですか。でかい金の玉、鎧鉱石とかないっすね。なんでだよ、マジかよ。まあ、とりあえず倒せたということで。ただちょっと一人で余裕とまではやっぱ言えないっすね。ただ一人でここまでやれるので、やっぱドサイドンの飛来神かなり強いんで、みんなで挑戦とかでね、野良トレーナーでも集めれば、とにかく攻撃してくれる味方を集めれば普通に勝てると思います。ミュウツーよりは確かに弱い気がしますね。エントリーナンバー2、バンバダロ。じゃあ次バンバダロでやってみたいと思います。行きましょう。あー、これね、お、来た、早え、めっちゃ早え、めっちゃ出るんじゃん。もうゼラオラ、ゼラオラだらけだよ。バンバドロで行きましょう。バンバドロは持久力ですね、特性は。で、バンバドロも大してねちゃんと育成しておりませんでして、一応ね A と B にだけしっかり努力値だけは振っといたっていう感じですかね。技も適当です。とりあえず10万馬力だけ覚えとければまあ大丈夫って感じですかね。まずはダイマックスしてダイアースですかね、やっぱり。ダイアース終わってまだ残ってるようだったら10万馬力でやっていくと。ただ10万馬力外れましたので、さっき気をつけてください、そこだけは。ただ激鱗やってくる、それは大丈夫。 OK、 持久力で防御上がっていく。これなかなかいいっすね、本当に。ただやっぱ味方が死んじゃうのがちょっとやっぱりきついとは思います。もう半分まで行きましたね。なかなかいい滑り出しじゃないでしょうか。ダイアースいけ、
いいねいいね、めっちゃ食らってんじゃん。インファイト一発で死んじゃうのはちょっときついですね。厳しいね。うわー負けた、惜しい。でもいけそうな気がしますね。普通にそんな、だから身打つほど強くない。もう一回行きましょう。コスモパワーやめてくれマジで、それ厳しいんだって本当に。いやー爪研ぎきついっすねマジで。やっぱりバンバドロに対して攻撃してくれたらいいんですけど、味方に攻撃されちゃうとちょっと厳しいっすねやっぱり。うわーこれは運が悪いっすね、ちょっとあまりにも。バンバドロでもう一回行きましょうか。一応爪研ぎがマジできついっすねこれは。爪研ぎやばい。うわーすげえ、ワンパンで死ぬ。うわーマジか、最後の仲間まで死んだ、全滅したわ。うわーきつい。バンバドロだと何がきついかというと、飛来心がやっぱきついっすね。どうしてもそれが耐えられない、相手の攻撃が。なのでちょっとバンバドロはここでちょっと終わりにしたいと思います。まあドサイドンの方が全然いいっていうことですね要は。エントリーナンバー3、オブランゲ。じゃあ次はロンゲさんで行きたいと思います。行きましょう。てか NPC 追加されましたね。ワルビアルの進化前のやつがいる。はい、でまあいいや、それはいいとして、まあ私ちょっと間違えちゃったんですけど、本当は挑発とか持ってきた方がいいですね。まずは相手攻撃系が多いのでリフレクターかな、多分それがいいと思います。リフレクター貼っていきましょう。攻撃をいなしていく。オッケーオッケー。結局何がきついかというと、味方が死んじゃってそれでバリアを割れないから負けるってことが多いんですよね。だから結局味方が死なないようにすれば相手に勝てるということですね。ですので他の攻撃適当に使っていくよりは実際こいつの方が強いんじゃないかなと思ったりもしますね。一応光の壁も貼っときましょう。うわ第3弾一発やられた、マジかよ。ちゃんと壁張ってんのに一発っていうね、その強さはやっぱ異常ですね。ここでイカ様かな。もう一体死んじゃったよ、普通に死んじゃったね。でここでイカ様やっていきましょう。はい、なかなか食らうね。はい、一段だ。ワルビルいいっすね。プラズマフィストは大丈夫、インファイト大丈夫、全然オロゲ耐えますね。一段だ、ナイス。いいねー、あんたいいね。新しく加入した NPC きついね。みんなに効果抜群の技持ってるね、マジか。うわまた負けましたね。いやちょっと厳しかったな本当に、運が悪かった気がする。じゃあオロゲ挑発を覚えさせましたので、このオロゲでいきたいと思います。ゼラオラ初めからもうバリアあるので挑発先にできないんですよね、ですのでまあリフレクター先貼っときましょう。で挑発は打つタイミングは、やっぱりそのバリアがなくなった時に打つしかないので、実際使えない場合もあるってことですね。だから挑発あればいいっていうわけでもそんなないっすかね。一応光の壁もやっといた方がいいのかな。ここはちょっとね微妙なとこですね。正直言って相手の特殊技ってほぼなくて、ほぼ、物理技なので光の壁はまあやんなくてもね、いいかもしれないです。それはねお好みっていう感じですね。早速死んだ、もうやっぱソーナンスが厳しいわ。まあ暇な時はイカ様するしかないっすね。で相手ゼラオラのこのバリアがなくなった時に挑発ですかね。オッケーオッケー。ここで挑発打てば挑発乗ってくれるんで、まあでもこれやるかやらないかやっぱ先ほども言った通り微妙ですね。いやーソーナンスの技が絶対食らわないのがきつい、マジかよ。うわまた負けましたね、ちょっと厳しいな。ソーナンスはちょっと厳しすぎる、さすがに。またオロンゲでいきましょう。はい一人で挑戦。オッケーオッケー、いいんじゃない出だしは。リフレクターして私に攻撃してくるパターンですから、これはねなかなかいい調子じゃないでしょうか。オッケー、味方もなかなかいいね。ダダリンと弱しとあとカビゴンですから、なかなかメンバーがいい。早速一体死にました。でもなかなかいい調子だと思いますね。こいつらもきついのはきつい。アクアテールナイス。うわ外しすぎ、味方がめっちゃ外してる技を。あーきついな本当に。うわーマジかしんどい。うわー普通に負けたわ、全然勝てねえ。ということで3体検証してきましたが、ご覧いただいた通り特性飛来心のドサイドンが圧倒的にダントツで1番でございました。オーロンゲとバンバドロはソロでなくてみんなで挑戦とかだったらまあいけそうな気もしなくもないですけど、ソロではちょっと厳しいですね。ドサイドンももちろん運が悪ければソロでもきついんですが、やはり飛来心という特性がですね、相手が結構打ってくる電気技にちゃんと反応してくれて、あのリフレクターとか光の壁とかよりもよっぽどね防御になるという、そういう感じでございました。一応ドサイドンに対しての効果抜群の技もあったりするんですが、ドサイドンは防御も高いですので相手の攻撃は全然ねダイマックスしてない状態でも耐えれましたので、ドサイドンはあらゆる面から見ても相当に優秀ですねやっぱり。でまとめると、ゼラオラに勝つ方法としてはまず前提として4人でちゃんと集めてやった方がいいです。それだけで全く違うと思います。で最後に一つだけ言いたいのは、レイドは結局運ゲー。